師匠、こんな走り書きで何がわかるってんです？被害者は殺される直前まで書き物をしていて、そのペンとインクでこれを書いた。犯人を示す手がかりを残したわけだ。あれですか、大根ニンニクメッセージ。ダイイングメッセージだ。つまらん。お前なんか弟子以下、助手以下、通りすがりの人に合格だ。精進します。とすると、これは犯人のイニシャルか何かでしょうか。阿南博士、前の名を継ぐ浜武次郎。一致する容疑者はいないようですが。机に向かっていた被害者は、現れた犯人が自分を殺す気だと悟り、バレないようにとっさに天板の裏に走り書きした。するとどうなる？もしかして文字が裏返しに。そう、いわゆる鏡文字になる。ってことは、走り書きを裏から透かしてみれば。はあ、しずくさん、ちょっと失礼。どれどれ。西洋人には横書きのアルファベットに見えただろうが、被害者は日本人。とっさに書くなら縦書きの日本語だ。紙の向きを変えてみろ。はい。あ、カタカナ。ま、え、の、の、前の名を継ぐ。そういうことだ。全部書き切る前にポカリとやられてしまったんだろう。なるほど。一歩も動かず事件を解決しちまった。あれだ、アンマーチョイナディテクティブ。アームチェアディテクティブだ。無理にボケんでいいし、もともと私は一歩も動けん。うまい。というわけだ、しずく、おてんば記者に返事を書いてやれ。さすがです、名探偵アヤリンド。返信用ハガキを同封しましたので、お使いください。手紙に書いてあります。ん？まったく調子のいいやつだ。